認証の場所を聞きたいんですけど、お願いします。それでは、分娩室における保育母乳の管理についての事例について話していただきたいと思います。分娩室における、母乳保育管理の取り組み事例についてお話しさせていただきたいと思います。母乳保育の管理の目標としましては、離乳時までの管理基準を達成するということが目標となっています。で、管理基準なんですが、1日あたりの増大が 0.8kg、DG 0.8kg です。これは、離乳時までに約出生体重の約2倍に到達するまでのことを目標としております。例としましては、出生時45キロであれば、離乳時約56日であれば90キロ、まあ、50キロ程度であれば94キロ程度というふうになっております。で、あとは投薬、抗生物質等による治療を要する疾病の低減、下痢による治療を 15% 未満、呼吸器感染症による治療を 10% 未満ということを基準にしてやっております。哺乳育成管理の目標を達成するというための目的としましては、初産牛の出乳量の成績を向上させるということが目的になっています。離乳時までにおける、それによる影響といたしましては、離乳時までにおける平均日増体、いわゆる ADG が、初産牛の乳量の変動要因の約 22% に相当しており、子牛の栄養状態が乳量の遺伝子に発現に大きく関わっているということがあるためです。で、2つ目が、抗生物質による治療力を持つ子牛ほど初産乳量も低いということから、先ほど言った2項目を管理基準として、管理しております。で、まず1つ目の、ADG に与える影響を与えるものとありますが、左の方が大学での試験データ、右の方が、一般農場のデータとなっております。で、この中で、一番の影響を与えるものが、ここに、温度になっております。生まれた時の温度になっておりますが、0.2 度の場合は、0.2 度や 10.9 度。また、一般農場でおいては、マイナス 2.98 度。ということで、この中の事例を見ると、温度が低ければ低いほど、増大が低くなるという研究になっておりまして、要するに、玄関機の管理が大切だというふうになっております。まず実証農場の例なんですけれども、2017年から2018年におきましては、季節に関係なく、まあ、ADG が、通算 0.59 ということで低かったというふうになっております。で、2018年度から一部、やり方を変えまして、後ほどお知らせしますが、改良によって、夏は 0.83、冬は 0.55 ということで、通算 0.67。というふうに改善されたんですが、目標の 0.8 には届いていないという状況になっております。で、また、13ヶ月例の種付け時期においても、体重にもばらつきがあったというふうになっております。で、まず1つ目なんですが、ADG の改善として、哺乳量の見直しということで、2017年度までは、最大の代用員の給与量が 520g になっております。で、2018年度からこれを最大 800g まで見直し、給与を行いました。で、給与のコストとしましては、給与のコストと給与量としましては、マックス 520g の体系では、1頭あたり離乳まで16キロ、マックス 800g であれば21キロというふうになっております。で、コストの試算ですが、その当時の値段で1体1万円という換算であった場合は、520g では8000円、800g では1万500円ということで、ただし今の現状としましてはミルクの値段が約1万3000円か4000円程度になっているので、1.3 倍から 1.4 倍になっていると考えていただければいいと思います。で、哺乳量を見直した結果、2017年度は、520g だったんですが、これを800に変えた場合、このように DG が緑色の方が520、赤色の方が800なんですけども、最終的に、離乳時、0.82 ということで、0.57 から、増体が良くなっているということであるのと、それによっても人工乳摂取量はこっちに書いてありますけども、人工乳摂取量も大きく変わらなかったということで、増体が伸びている状況になっております。
で、また ADG の改善ということで、まあ、玄関機による防寒対策ということで、カーフハッチに個別のヒーターを設置しております。また、哺乳舎なんですけども、屋根にウレタンを吹きかけて断熱を行っております。で、また、牛自体に対しましても、クンネップではまあこういう腹巻きですね。農家さんでも結構やってると思うんですけども、腹巻きを、かけて、できるだけ寒さに強くしております。また冬の間におきましても、まあ、感染症では肺炎とかの問題もあると思うので、午前中は換気をしておりますので、まあ、そういう換気をしてても、まあ、ジャケットを着てればなんとか寒さ対策になっているというふうになっております。で、これによる、取り組み事例、先ほどの寒冷対策と代用乳を見直したことによって、2019年はほぼ、季節によるばらつきがなくなるということになりました。ただし、目標とする 0.8 には届いていないということで、さらに今の対策でばらつきと多少の増大を上げたということで、次に疾病対策を行うということにしました。2019年度はまず分娩後に設置していた呼吸器病のワクチンを貫入後期の移行時に変更ということで、ワクチンの接種する時期を変えました。で、変えたんですが、もともと飲ませている初乳のリックス値、いわゆる免疫成分に関しましては大きく変わってないんですが、ワクチンを接種する時期を変えたことによって、生まれた後の子牛の免疫量は増加したというふうにやってます。で、ほとんどその後に血液を採血しまして、血液抗体検査でもほぼすべて、BRSV、いわゆる牛、RS ウイルスということで、まあ、風邪のような症状のもの、これは BVD でアデノ、パラというふうに、その後も、免疫が移行しております。そして疾病対策として、まず菌が生息していそうな場所をまず拭き取り検査を実施しました。長靴の裏、歯槽を、バケットの下、ロボットの乳首、ロボットチューブと、ステーション周辺等を拭き取り検査を行いました。で、その後、菌数後で示すんですが、菌が、多く、検出された場所については洗浄方法の検討を行っております。まず長靴はロンテクとつけ置きになっております。もしもロンテクとかなければ逆線洗剤であれば、パコマとかいうのも使うことが可能だと考えています。で、あと先ほど言った歯槽の雑巾拭き、ロンテクと噴霧、あと専用ブラシでの乳首等の洗浄で、乳首等はロンテクと付けで、あと、うちの方ではロボット哺乳器を使ってますので、循環洗浄を行って哺乳器具内部の汚れを取り除くということも実施しております。で、あと、ステーション周りにロンテクトの噴霧を行います。これによって、以下のように結果になりました。で改善後は、大腸菌群、いわゆる左側の方ですが、すいません、ちょっと数値がちょっとバグってるんですけども、大腸菌群は未形質ということで、黄色の部分が改善後になってます。で、青い方は改善前なんですが、改善前はですね、この、チューブの方から、大腸菌群が検出されたということで、もうほぼほぼ糞便と同等ということで、やはりちょっと循環洗浄を毎日行うってことが重要であるということが分かっています。で、また1の、長靴の方からも、検出されておりまして、そこも有機物を落とした糞を落とした上でロンテクトにつけるということが必要であるということが分かりました。で、この ADG の改善、先ほどの大羊乳の量の増加、寒さ対策プラスワクチン等の、接種時期の変更および衛生対策によって2019年から20年の方を見ていただくと、2020年の時にはほぼ 0.81
0.85 ということで、夏も 0.81、冬も 0.85 ということで、0.83、通年で 0.8583 を、達成しております。でまた、実証農場の13ヶ月での体重の対抗も、ほぼ、20キロ程度上がり、冬と夏によって大幅に変わるという変動率も減らしております。で、あと追加で、改善の取り組みとしましては、まあ、子牛のワクチンの変更ということで、感染が確認された呼吸器対策に、もう哺乳中のワクチンを接種、哺乳中のワクチン接種を開始するということで、この時はマイコプラズマ肺炎のやつを実施してるんですけども、肺を実施、生後45日以降に BRSV、牛 RSV ウイルスですね、言った通り、あの風邪の、人間でいう風邪のような症状のもののワクチンも打っております。それとですね、あとストレス負荷の作業の分散ということで、まあ、除学、ワクチン、あとは代用乳 の減らす行為、また離乳、あとは移動、餌切り替え、去勢などありますが、どのタイミングで実施するかというふうになっております。で、2020年度より、まずワクチン、今まではほぼほぼ離乳と除学と移動を同時にやったんですが、まあ、除学をして、その後離乳と移動をちょっと日にちを分けるということによってストレスを軽減させております。で、最終結果なんですけども、先ほど言った通り、この子牛と子牛の管理につきましては、初産の乳量を上げるということが目標になっています。で、最終的に初産の乳量はどうなかったかというと、以下のようになっています。2019年は9829、初産牛の1年間あたりの乳量です。で、2020年に1304に行ったんですが、2021年はちょっとうちの中の飼料庫が燃えてしまったりとかの影響で、下がってしまっています。で、2022年に、先ほど言った DG が 0.8kg を達成した牛なんですけども、9974ってことで、これ2022年度なんですが、今の2023年5月現在は1028kg。が平均となっております。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。で、その当時使ってたのが、CP25、粗脂肪21のものを使っておりました。だいたい5日程度、ハッチで入れた後に、だいたい5日から1週間後に哺乳舎に入れてしまうので、もうオールイン、オールアウトという形になっております。